皆さんこんばんは、メンクロの深夜です。今日もルックブックやっていきたいと思います。突然ですが皆さん、白シャツって着ますか？なもん当たり前だろっていうね、人は多いと思うんですけれども、でもね、シンプルすぎるアイテムだからね、いまいち着方がわからないなんていう人も多いんじゃないでしょうか。ということで今回は白シャツを使った春のね、着回しルックブックやっていきたいと思います。新生活向けてね、こうおしゃれになりたいっていう人とかはぜひ最後までご覧ください。参考になると思います。よかったらチャンネル登録高評価お願いしますね。それでは行ってみよう。ルックブックをやっていく前に、まずはね、こちら今回着ている白シャツなんですけれども、 GU のオックスフォードシャツ M サイズを着用しています。むちゃむちゃ着やすいですこれ。ということでまず1コーデ目は黒のテーパードパンツを使ってコーデを組んでいこうと思います。黒のテーパードパンツはね、やっぱ綺麗めスタイルにはもってこいのアイテムだよね。スレッとベルトを通して、次はねカーディガンをね羽織っていきます。最近ね、こういうオフホワイト系の色味、きなりかなっていう色味はね、めちゃめちゃハマってるっす。優しい印象になるんでね、俺優しいからさ、結構ほんとそういう優しさがより引き立てられるんだよね、このきなりとかのこういう色味のおかげで黒の革グッズでコーデを引き締めたら1コーデ目完成です。黒のテーパーとパンツにきなりのカーディガンを使った優しさきれいめコーデって感じですね。まあ、白のねロンティーとかでもいいんですけれども、白シャツ使うとやっぱりよりクリーンな印象になりますね。初心者の人とかはね、テーパーとパンツが使いやすいと思うんですけれども、今年らしく履きたいんだったらもうちょっとねワイドめなパンツにしてあげるといいと思います。続いて2コーデ目、タピオカ以来空前のね大ヒットとなっておりますデニムを使ってコーデを組んでいきましょう。みんな1本は持ってると思うから参考になると思います。ストレートのデニムパンツをバチコリ履いていったら、そしたらその上からはパーカーを羽織っていきます。そうです、白シャツをインナーにデニムでね合わせていくという、参考もクソもありません、シンプルなコーデ。でもさ、やっぱこういうのがね、やっぱ一番いいよね。ほんとなんだかんだ言ってこういうのが一番いいのよ。ニューバランスの991をスニーカーで履いたら完成。量産型コーデなんてね思ってる人いるかもしれないですけれども、量産型っつうのはねファッションの最適化ですから、やっぱベタなのが一番なんてよく言うよね。でもね、カジュアルスタイルが多いと思うんだけど、インナーにね白シャツ入れるだけで一気にクリーンな装いになるから、そこら辺はね結構差別化ポイントなんじゃねえかなと思います。さりげなく首元に白いシャツが覗いてるだけでコーデの完成度が変わる。さりげないところにね気を配れる男の子がやっぱ一番モテるよね。はい、続いてのコーデに行ってみましょう。定番アイテムをね見せたコーデの次はちょっとトレンドアイテムを見せていこうかなと思いまして、こちら GU Beautiful People のコラボアイテム、こちらはテーパードパンツです。やっぱワイドパンツがね結構流行ってましたけど、ちょっときれいめスタイルとかファッション初心者はテーパードの方が使いやすいんじゃねえかなと思います。グリーンのニットベストはねベージュと相性めちゃめちゃいいんですね。この色合わせ結構参考になると思います。はい、黒の革靴を履いたらコーデ完成です。やっぱベージュとグリーンのね色の組み合わせはねめちゃめちゃおすすめですね。こなれ感が出るよね。グリーンにブラックとかだとちょっとモードな雰囲気になるんだけど、柔らかい印象を出したいんだったらベージュがおすすめ。で、色を結構使ってるから革靴とかね、黒の革靴とか、まああとはグレーのスニーカーでもまあいけるかな、耐えですねって感じです。白シャツを使ったきれいめカジュアルコーデに仕上がりました。続いてのコーデに行っていくよ。まだ行かなかったちょっとしばらくねちょっと楽しんでますね。はい、続いてのコーデシャーッと登場。ファッションにはね勢いが大事っていうことですよね、やっぱり。さあ、そんな勢いをつけて手に取ったのはニードルスのトラックパンツ。このチャンネルでは叩かれすぎてるけど、やっぱり好きだから着させてくれ。このパンツは確か去年の秋冬のナロータイプのものですね。白シャツの上に羽織るのはカーディガン、ただのカーディガンじゃなくシャツカーディガン。やっぱ今年っぽいコーデに仕上げようと思ったんでシャツカーディガンにしました。そして足元を何で履くか今悩んでますね。なんかスニーカーだとやぼったくなっちゃうし、ということで K にヒールブーツをね借りました。 K ありがとうありがとうございます。
まあ、ヒールブーツじゃなくてもサイドゴアとかでもすっきりとした印象になると思います。ということでコーデ完成しました。白シャツ、シャツカーディガン、そしてヒールブーツっていう綺麗めなアイテムをうまくトラックパンツで外した春コーデっていう感じです。ヒールブーツのおかげでコーデがものすごく大人っぽく仕上がってますね。ネイビーとブラックとピンク、いやこのコーデめちゃめちゃ可愛いんじゃないですか。自分で着といてなんですけど、さあ続いて着ていくのはこちらはまたねベージュのスラックスベージュ好きすぎだろって思ってもらって構いません。はい、好きですね。結構単色系はね、単色系女子も好きです。なんなら何言ってんだろう俺。はい、ベージュといってもね、こちらは今回はセットアップ着用でいこうと思います。こちらねレイジーブルーから発売されている定番のねセットアップなんですけれども、今年はよりパワーアップして帰ってきてます。生地感がねものすごく今までよりも張りと腰がねより出てて、ものすごくねコスパのいいアイテムなんで、ぜひチェックしてみてください。ということで着てみました。もうものすごい大人コーデだねこれ。でしかもなんかセットアップだからなんかもう言うことはないわな。あのこれこそあれだよね、あの服屋さんでよく言うあのちょっとしたパーティーに着ていけるやつですみたいな。まあでもねコロナもだいぶ緩和されてきてね、今年こそはねカジュアルパーティーみたいなものに呼ばれたらこんな感じのコーデで行ってみたいなって思ってますよ僕は。誰か誘ってください。純白な心を持つ深夜がやってまいりました。白シャツ着回しルックブック、最後のコーデに参りたいと思います。最後はねパンツはチノパン、カーキのチノパンを使って切れ目カジュアルコーデを組んでいきたいと思います。やっぱ白シャツがあるだけでカジュアルでやぼったくなってしまうようなコーデも一気にクリーンなイメージにしてしまいますよね。今回そういうのをそういう魅力をいっぱい伝えてきたと思うんですけれども、上から羽織るのはグレーのスウェット、そして足元にはもちろんグレーのスニーカー、色を合わせてより統一感をもたらしていきます。まあこれでもね春はもう十分着ていける装いだと思うんですけれども、さらにねここからツミクロのトレンチコートを羽織っていきます。はい、大人っぽい。こちらユニクロ U のねアイテムなんですけれども、未だに健在、やっぱ使いやすいですねこういう色は。はい、最後のコーデが完成です。グレーとカーキ、そしてスミクロのアイテムを使ってるっていうこの3色の色の組み合わせ、ものすごく大人っぽくてシックですよね。もうスリーピーボーイさんもびっくりのいいコーデが出来上がりましたけれども、まあ、いつもね暗い服とかね黒の服ばっかりなんていう人はね、こういう色の組み合わせの仕方も参考にしてみてください。はい、ということで白シャツルックブック、お別れの時間がやってきました。白シャツってね皆さんね1枚は必ず持ってると思うんですけれども、いまいち着方がわからないなんていうね方のために、今回は新生活応援ということもあってこのルックブック撮ってます。まあ、この動画を見て新生活ね、新大学生、新高校生のみんなとかもよりファッションをね楽しんでいければなと思っております。ということでね、よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。ね、ルックブックのみならずね、こういう動画出してほしいなんていうコメントもあったら、ぜひどしどし、ね、コメントお願いいたします。ここまでお送りしてきたのは DJ 深夜でした。それではメンクロ、またの次動画でお会いしましょう。バイバーイ。